疲れ様でした。どうもリアクト TV でーす。終わりましたよ。はい、終わりました。ようやく終わりました。ちょっと画角もちょっと上げた方がいいかな。そうですね、これぐらいから。まあもう今日はね、なんとまあなんかね、まだ終わってバタバタして、案の定ですね、今8時半、体感時間は9時というのにまた回していく。これね、相変わらず。楽にもやれるかな。ああそうですね。やりたいよね。やりたいですね。記念撮影やりますけど、まあでも、ああそうか、そう明日じゃあ GoPro 持ってくるか。あでしたね。バキニョン、それ撮ってたら、そう勝手に撮っちゃえば、写真撮影で行った時にこうやって過剰なんでちょっと隠れるみたいな。いや、やっぱさ、その辺はさ、GoPro の良さを出さなきゃいけない。いや、今日もまた総司、いや、総司タップダンスみたいな格好で行きましたね、今日。そうそうそう、だってさ、もうあれドッキリでしょ、ほぼどっから出てくるか分かんないんだもん。まさか今日は客席から。いやー面白いわー。いやー全部探しましたよ。そうそうそう、どこ全然で、あーみたいな、みんなで石原さんとノアさんがすぐ見つけた。そうそうそう、どこだろう。なんかね、光が当たった人がいて、ね、キラキラした人、キラキラした人。そう、びっくりしたよ、もう。いやーもう本当にさ、本当にちょっと全然ふんどしが取れないからさ、ちょっとちょっとさ、ふんどしが全然取れないんだけどさ、どうせ行っちゃってよ。俺もいけつわかんないけど、まあ今日ね、何人かうちにゆかりのある人たちが実は見に来てくれて、昨日もね、はい、リアクトのことを応援してくださってる人たちが見に来てくださって、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやね、マジでね、何度も言ってるけど、これなかなか伝わらないと思うんだけど、第3部の最後ちょっとカルチャーショック絶対来ると思うんだって。マジで日本舞踊の舞台にあんなことになると思わないと思いますよ。本当絶対ビビると思うもん。いやだってないもん。絶対ないもん。だって一部にはあんな折れるんじゃないですもん。絶対そうですよね。もうねちゃっちゃかちゃっちゃかしてますからね。ちゃっちゃかちゃっちゃか、なんか新作舞踏劇っていうのかな。あれはお芝居とダンスと日本舞踊となんかいろんなものが混ざってるんだけど、その中で俺一なんだろうね、なかなかで一箇所立ち回りをつけさせていただいてて、はいはいはい、あの時ね、それをやってくれてるのが西川かとあと桃屋先生、はい、で、あの伊吹、はい、すごい腕の伊吹。あのね、そのシーンの時とじゃなくて、僕はあの袖から見てんだよ。あで、あの回転舞台がぐーって回ってその立ち回りのシーンになる時の、はい、その光の当たってないアグリさんとかさ、家庭衆って言っていいのかな、よくわかんないんだけど、ごめんなさい。はい、まあ、伊吹先生の付き人で、もうその桃代先生たちの立ち居振る舞い、やばいよ。マジっすか。あの後ろ見た時にやばい。僕らちょうど離れちゃう。そうどこ行っても何も見えないんですよね。やばい、ふーって回ってただけのお客さん。ちゃんと契約しないと。逆のまんまですけど、もうね、教授先生もアギト先生も振り幅がやばくて、どうもありがとうございました。素晴らしい。あんなにかっこよかったけど、今回はもうユニークな。本当そうだよね。ありがとうございます。だって秋人先生も普段こう優しく教えてくださってて、結構こうなんていうの、古式っていう感じが僕にはあるんですよ。でステージ出た時にぶっ殺しやねんって言ってるじゃないですか。スネオさんみたいな、スネオさんに言ってました。いやもう教授先生もあれなんですよね、普段の格好結構ロックじゃない。そうなんですよ。いや本当にロックな感じで、そっからあの日本舞踊のなんかこう凛とした形になって、さらにここで崩れていく。崩れなきゃもうやっぱりやれないですから。いやたまらないです。ありがとうございます。なんかせっかく来てくださったんで、お二人にこの第3部、はい、まあ一部2部と3部と続いてますけれども、なんかこの西川流名古屋踊りの見どころというか特徴っていうものをなんかリスナーさんに一言ずついただければなと思うんですけれども、一部2部、まあこれは西川古典がね、はい、メインでやってね、僕の
っていうか、昨日までに来たお客さんが、サングのこれはもうエンターテイメントじゃあもう日本舞踊として見るんじゃなくてっていう見方をしないとねって。確かにそれがいいのか悪いのかわからないじゃん。それだけ圧力があるってことですね。だからそういうつもりで来ていただければね、明日1日しかないですよ。ドラゴンとラスが面白いですから、もうぜひぜひご来場いただければなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう今決勝先生が同じなんですけど、同じなんですけど、もうとにかく一部二部はもうこってり古典で、サングになったら見せるものというような扱いで、もう楽しく遊んでいきましょうというのが振りのようですね。はい、そんな感じでやっております。このリアクト TV でもできれば僕日本舞踊のその先生方のイメージって結構僕2年前ぐらいから出させていただいてて、結構硬いのかなって入り口はやっぱ思うところなんですよ。大きく崩されてる。2年3年と続いてもうボロじゃないですか。100年とか僕特にカルチャーショックびっくりしたんですよ。だよね。出会いの時はもう本当にずっとしてたらめちゃくちゃ着物着似合ってるから何もなんか下手なことしちゃダメだと思った瞬間のこの崩れぐらいもう全然違いますよね。本当にいやもうこの空気感をもう感じてほしいなって僕はちょっとでも届ければいいなって思います。はい、ありがとうございます。本当にさあ、あと25分、早く出なきゃ。イメージだだ崩れでしょこれ。その最初の想像以上の圧力でした。そしてハケももう一体ね、隙のない感じバーっていってあの二人ともセットを綺麗に置いていくんですよ。いやーもう本当たまんないですよ、西川の先生方。本当に優しい人柄がいいですね。演目に出てるもん、やっぱりその空気感が。いやーこれ第3部、はい、一部二部と見れない場合はもう第3部だけでも、そうですね、もうそれですっごい肌感変わると思う、もうぜひぜひ見に来ていただければなと思います。というわけで、あと20分ぐらいで僕らの大会の宣伝行ってないので、何分まであんなことやってると思って昨日も言われた。ちなみに昨日手嶋さんが作業してる時に一回こうやってガチャガチャってやつすごい顔されたんです。僕は本当に申し訳ないです。いやもうありがとうございます。というわけで今日で3日目、はい、3日目、明日は楽日、はい、明日もですね、なるべく頑張れればいいなと思っております。もうありがとうございます。もうね、壊れる壊れる一生まあというわけで、この投稿もですね、あと1日そうです、はい、最後には中で、ね、また違う方にね来ていただければなと思います ね、 ね、というわけでチャンネル登録者数もおかげさまで600超えました。ありがとうございます。このままの勢いで1000人突破していきたいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。コメントもぜひぜひください。よろしくお願いします。今日のね締めはね、天馬くんが小粋に締めてくれるので、皆さんじゃあ行きましょう。どうぞ皆さん、またさあ行きましょう。よーらー